ちょうどこんな雨の降る放課後だったそうよ。その女性の先生が階段の踊り場から転落して亡くなったのはみんな知ってるよね。私たちの学校、如月学園が建てられる前、この場所にもともと建っていた天神小学校。不幸な事故だったわ。当時の校長先生は学校のことをまるで我が子のように大事に思っていたみたいなんだけど、その事件をきっかけに廃校が決定しちゃったの。それ以来心を病んでしまった校長先生は、学校が閉鎖された当日に校舎の屋上から身を投げて自殺しちゃったんだって。私たちの今いるこの学校は、そんな呪われた天神小跡地に立っているの。しかもね、階段で転落死した先生の方はまだ自分が亡くなったことに気がついていないらしくって、こんな雨の日の放課後には真っ暗な校舎の中を今でも歩いてるんだって。そう、もうすぐよ、7時を過ぎたあたり。その先生が現れるとき、校舎は必ず停電で真っ暗になるの。コンコンってノックの後にスッと扉が開くと、真っ白な顔が覗いてね。まだ残ってるの？声出さないでよ。だってさ、やだ、何これ。手が込んでるな、篠崎。私じゃない、ここにいたじゃん。本当に停電だよ。何この音。音楽室の方か。ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ。あとそこ胸。すまん、見えなくて。だからこんな時間まで残って階段なんて嫌だったんだ。開けてきてくれ。は？上司みんなブルってるぞ。かわいそうだろう。お前が行けよ。俺はかわいそうだと思わない。お前な。まだ残っているの？早く帰りなさい。びっくりした。ゆい先生。先生、篠崎さん。へい、大成功。やられた。先生、タイミングバッチリ。伊達にこの学校の OG じゃないからね。この七不思議については私も詳しいんだよ。サトシ。持田くん、しげ兄よりもリアクション派かも。俺もさすがにその引き出しはないな。いつも持田くんが一番反応してくれるから。
怖がらせがいがあってたまらん。ホラーマニアの院長なんて聞いたことないよ。ごめんね、持田君。でもちょっとキュンとしちゃった。あ、それより